早速なんですけど、仮想環境っていうのを今日は紹介したいと思うんですけど、仮想環境って何かっていうのを、まあ、チャット GPT に聞いてみたんですが、まあ、これ Python の、仮想環境のことについて聞いたんですが、まあ、Python プロジェクトごとに独立した Python 実行環境を作成するための仕組みっていう、回答でした。例えば、まあ、なんか Python の2を、まあ、未だに何かしらの事情で使わないといけないけど、自分のデータ解析では Python の3.6とかを使いたいとか、そういうふうになんか、違うバージョンの Python を使い分けたいみたいなことが、例えばあると思いますし、まあ、その Python で、Python のパッケージをインストールして使うわけなんですけども、それがまあ違うバージョンの例えばこっちが Pandas の1.0.1、こっちが1.3.5を使いたいみたいな、いうふうなこともあると思うんですけど、まあ、こういうふうにこう、自分のデータ解析だったり、ソフトウェア開発だったり、まあ、そういうプロジェクトごとに、環境を切り分けて、お互いがこう、干渉しないように、するっていう仕組みが、まあ、仮想環境になります。例えばこっちの環境で、まあ、ナムパイのバージョンを上げたとして、それがこう他の環境に影響を与えるみたいなことがないっていうわけですね。で、これはもしシステム側の Python で、そういうことをやってしまうと、さっきまで動いてたコードがいきなり動かなくなるみたいなことがあったりするので、まあ、自分の、やるタスクごとにこう環境を切り分けて、まあ、その中で、使う Python だったり、そのパッケージだったりを定めて使うっていうのが、良いかなというものになります。例えば、僕の Mac のマシンで Python をインストールして、まあ、システム側の Python としてインストールしたんですけど、ホームブリューで、ブリューインストール Python とか打つと、Python3 っていうコマンドが使えるようになるんですけど、which Python3 っていうふうに聞くと、まあ、ユーザービン Python3 でというパスに、この Python3 は、インストールされているのがわかります。で、パッケージ、この Python の、パッケージがどこに、配置されているのかっていうのは、まあ、こういうふうになんか指数パスっていうのをプリントすると出てくるんですけど、この最後の黄色いところですね。サイトパッケージズっていうディレクトリがまあ、こういう、深いところにあって、で、ここに、NumPy だったり、Matplotlib だったりなんかそういうパッケージがインストールされていきます。で、これを、アナコンダ、まあ、コンダコマンドっていうのを使って、環境を切り分けた場合、ある環境で Python っていうふうに打つと、まあ、こういうふうに mumbaforgebeanPython っていう、こういうシステム側の Python とは別の Python が、呼び出されているというのがわかります。で、この Python のパッケージの場所っていうのはまた別のところにあって、この mumbaforgelib、サイトパッケージズっていうこういう、まあ、別のサイトパッケージズっていうディレクトリにこのパッケージはインストールされているというのがわかります。なんで、こういうふうに環境を切り分けることで、こうシステム側に、迷惑をかけないようにするっていうことが、まあ、できるようになるわけです。で、この仮想環境を管理するツールっていうのが、Python の言語ではものすごくいっぱいあって、めちゃくちゃ乱立していて、まあ、多すぎてどれを使えばいいのかわからないっていう状況になります。で、なんかこの状況をこう、風刺画的にこう、まあ、漫画で表現している、人がいたんですけど、まあ、なんか14のこう、競合する、まあ、ツールがあると。で、14もあって、若々しいと。一つに統一すべきだって言って、で、こうして、競合2度は15になったみたいなっていう皮肉なんですけど、まあなんかこういう感じでこう、なんか新しいツールが出てきては、なんかそれよりももっとこのツールがいいですよってこう、なんかさらに新しいのが出てくるっていうのを繰り返してて、今ものすごくツールがいっぱい、あるんですけど、まあ、なんでそういうツールがたくさんあるのか、まあ、どういう議論でそういうツールが、いっぱいあるのかっていうのを理解して、
で、まあ、自分はどのツールを使えばいいのかっていうのを、判断できるようになろうっていうのが今日の目標になります。で、まあ、いろいろ勉強してたんですけど、まあ、すごく参考になってるページがいくつかあって、PyOpenSci っていう、ところ、まあ、組織が、ここら辺の情報をすごく、丁寧にまとめてくれていて、すごく助かったんですけど、まあ、例えばこの、なんか、フローチャートで、あなたはどのツールを使いますかみたいな、こう、イエス、ノーで、こう、分類していって、最終的にあなたはハッチですとか PDM ですみたいな、っていうのを、こういうふうに推薦してくれるシートみたいなのを提供してくれてますし、これはなんか日本語で、すごく丁寧にまとめて、いただいてる、スピーカーデックになんかあったスライドなんですけど、まあ、ちょっとこの URL 先を、辿っていけば、まあ、この、対応表とか見れると思うんですが、まあ、こういう、ふうにこう、情報をまとめてくれてる人いますし、あと一番、役に立ったのは、これも PyOpenSci なんですけど、このベン図ですね。で、パッケージの環境に関して、まあ、こういうふうにこう5つ、話題というか、まあ、ファクターがあるんですね。まあ、まず、環境をどうやって構築、管理していくかっていう話と、Python のパッケージをどうやって管理していくか、Python の言語のバージョン自体をどうやって管理するのか、あと、パッケージの作り方、作るのをどうやってこうサポートするか、パッケージの、公開をどうやってするかっていうので、まあ、5つ、まあ、トピックがあって、で、いろんなツールが、まあ、この機能は対応してる、してないみたいなのがあるので、すごいたくさんあるんですけど、まあ、一個一個、まあ、丁寧に見ていこうかなと思います。あ、で、ちなみに、PyOpenSci 自体は、去年、西田さんが紹介してくれていたので、もし、この集まり自体に興味がある人は、ぜひこの動画も見ていただければと思います。はい。で、まず一つ目の、話としては、仮想環境を管理するっていう、まあ、今回のタイトルにもなっているところなんですけど、まあ、例えば Python で言うと、バーチャル演武とか VEnv みたいなツールがあります。で、こういったツールを使って、仮想環境を構築して、環境ごとに異なるバージョンのツールをインストールして、まあ、必要に応じて適宜リスト化みたいなのもできるように、します。で、バーチャル演武と VEnv の違いっていうのは、バーチャル演武っていうのは先にあって、で、それが、Python 3.3から、まあ、Python 言語の中に取り込まれて、で、その時に VEnv っていう名前になったものなんで、まあ、ほぼほぼ同じなんですけど、Python 3.3よりも古い Python でこの機能を使いたいという場合、例えば Python の2を使いたいという場合は、まあ、VEnv じゃなくてバーチャル演武を使うことになるかなと思います。で、VEnv は Python 言語に標準でもう組み込まれている機能なので、Python-M, VEnv っていう、ずっと VEnv が呼び出されます。で、その後に env っていう風に打つと、まあ、env ってディレクトリができて、それがまあ仮想環境に必要なファイルが、そこに格納されるんですけど、まあ、env-bin-activate っていう風にコマンドを打つと、まあ、これは、なんか、Python の、パスをいじって、システム側じゃなくて、そこの、仮想環境の方の Python を呼び出すってことをやるんですけど、まあ、このアクチベートをして、いろんなデータ解析をしたり、そのパッケージをインストールしたりして、自分だけの環境で、そういうデータ解析だったり、開発だったりをするっていう、感じのツールです。で、デアクチベートってすると、その環境を終了するっていうことをやります。で、二つ目の話は、パッケージを、管理する。
まあ、必要な Python パッケージをインストールして、まあ、かつ依存関係を解決するっていう話で、まあ、pip とか pipx みたいなコマンドがあります。まあ、pip インストールパッケージ名って Python 使ってる人はよくやると思うんですけど、まあ、その pip ですね。で、pipx っていうのもあって、まあ、これはシステム側のサイトパッケージ以外のところにパッケージをインストールする。まあ、ゆるいグローバル仮想環境みたいな感じで、まあ、そんなに、アナコンダほど、しっかりとローカルに、各ディレクトリごとに、細かく環境を切り分けるっていうよりは、まあ、pip の他に pipx っていうのも予備で、インストールしておくと、まあちょっと練習としてそっちを使えるみたいな。まあ、あくまでグローバルな、仮想環境になります。で、依存関係。まあ、なんか、あるパッケージをインストールしようとすると、他のパッケージのバージョンを上げないといけないけど、そうすると今度は違うパッケージが動かなくなってみたいな、そういうなんか、ややこしい、バージョンのどの、バージョンで、インストールするかっていう、まあ、最適化問題みたいなのがあるんですけど、まあ、それを解決する上で、まあ、いろんなアルゴリズムが提案されていて、まあ、pip だと resolve div っていうのが使われています。で、poetry っていうツールは mixology っていうのが使われていて、conda div member solver っていうのが使われていたりします。まあ、いろいろな、やり方があるみたいで、なんかこれ自体もなんか一つの研究みたいな感じになっています。で、三つ目は、Python のバージョン管理ですね。Python 自体のバージョンを切り替えたいっていう話もあると思うんですけど、なんか pip とか pipx とか、そういうの、vmv とかそうですけど、まあ、Python がインストールされた上で、その Python のパッケージとして追加機能として提供されるものなんで、その大元の Python 自体はどうやってバージョン切り替えるのかっていう話になってくるんですけど、まあ、それは pyenv っていうコマンドを使うと、バージョンを切り分けることができます。まあ、実態としてはこういうホーム以下に、隠れディレクトリとして pyenv っていうのが作られる、だけなんですけど、pyenv インストール Python のバージョンを指定すれば、この Python のバージョンが入りますし、グローバルとかローカルとか切り分けて、まあ、どの、ディレクトリでも3.10.2を使うとか、あと、この、ローカルな仮想環境ではこのバージョンを使うみたいな、そういう細かい設定ができるというツールになります。4つ目が、まあ、ここからパッケージ開発者向けですけど、パッケージをどうやってビルドするかっていう話で、まあ、前回の僕の、ワイパッカスの動画でも話したところではあるんですけど、まあ、Python のパッケージっていうのはそもそも、ディレクトリを切って Python のスクリプトファイルをそこに入れれば、まあ、Python のパッケージと名乗ってもいいんですけど、ただまあ実際に世の中で配布されている Python パッケージっていうのはまあ、設定ファイルだったり、指定されたディレクトリ構造を持っているものなので、まあそういうのを最初からきちんと整えられるように支援するっていうツールとして、まあ古くはセットアップツールズとか、もっと古くは Easy Install とかですかね。なんかそういう、ツールがいろいろあります。まあ、詳しくはこの動画を見てください。この動画だと、セットアップツールズ以外に Poetry っていうツールも紹介しています。5つ目がパッケージを、どうやって公開するかっていう話で、まあ、特に開発者本人であることを認証する必要があるので、API トークンをやり取りをして、で、PyPI っていうまあ、リモートのレポジトリに、登録して、世の中の、に広く使ってもらうっていうことを
ツールにはどうしたらいいかっていうので、例えばツワインっていうツールが、ツワインアップロードっていうコマンドを提供しているので、そこで、自分の作ったパッケージをコマンド一発で、パブリッシュすることができます。まあ、これも前回の動画で紹介しています。ツワインだけじゃなくて、ポエトリーの、パブリッシュコマンドっていうのも紹介したと思います。で、なんでそんなに世の中になんとか塩分みたいなツールがいっぱいあるのかっていうところなんですけど、まあ、今話した1から5の、機能のなんかハイブリッドが世の中にいっぱいあるんですね。1と3を、足した新しいツールですみたいな感じで。まあ、なんか内部でそういうツールを組み合わせてるだけっていうものもあれば、本当に一から作り直した、ツールっていうのもあったりするんですけど、まあ、アナコンダとか特にそうですね。で、まあ、なるべく多くの要件を満たしたオレオレツールを作ろうということをしていくと、いろいろ乱立しているという状況になります。例えば、PyEnv とバーチャル Env を足した PyEnv バーチャル Env っていうツールもありますし、だから PyEnv は Python のバージョン管理。この3番の話で、バーチャル演武は仮想環境の1番目に話した話なんで、1と3の要素を兼ね揃えたこのツールっていう話もあれば、まあ、PIP、まあ、この2番の Python のパッケージをインストールしてくれるコマンドである PIP と、仮想環境の話を足し合わせた PIP 演武とか、あとなんか PIP 演武だけだと、パッケージ開発みたいな話が含まれてないので、そういった機能を足し合わせたポエットリーみたいなのが出てきたり、あとポエットリーのロックファイルっていうのが、あるんですけど、まあそういう機能は持ってないものとして、ハッチっていうツールがあったり、あとなんか、ポエットリーがない機能として、パッケージをビルドするときの、バックエンドが、いろんなものを使えるようにしている PDM っていうものがあったりとか、で、多分これが最先端なんですかね。なんか Rai っていうツールがあって、まあ、全部入りですね。このベン図のど真ん中にある、ここに Rai とか、HiFlow みたいなツールがあります。まあ、こういう感じになっていて、まあ、いろんなツールがあったりします。で、あと、パッケージ開発だと、フリットハッチ、PDM、ポエットリーみたいなツールを聞くかもしれないですけど、まあ、なんか大体同じようなイメージしかなかったんですけど、まあ、細かく見ていくと、フリットが一番機能としては簡素で、API に登録することしかやらない。ハッチと PDM、ポエットリーっていうのは結構機能が充実して、いて、で、微妙に違うところっていうのがこう、あるわけですね。依存関係を解決してくれなかったりとか、ハッチは。あと PDM っていうのは、ビルドバックエンドを、この PDM が提供しているもの以外のものを使うこともできる。例えば、Python のパッケージだけども、C、C プラの、コンパイルもしたいみたいな。ってなったときに、設定ファイルにそういうことを書くだけで、ビルド時になんかそういう、なんかコンパイルもし、してくれるみたいな。で、なんかここの PDM ってやつですね。で、なんか PyOpen さえはこの PDM 推しの雰囲気を感じました。僕は普段ポエットリーしか使ったことがないです。で、西田さんはハッチ派ですね。フリット派は見たことがないですね。で、なんか補足なんですけど、パッケージを開発する上で、いろんな設定ファイルがあって、まあ、依存パッケージを、そこに書いていく設定ファイルというのがいくつかあるんですけど、まあ、ざっと紹介したいと思います。まあ、古くは requirements text っていうファイルがありました。まあ、今も多分あります。これは pip freeze っていうコマンドを使うと、その pip でインストールしたパッケージをこういうふうにバージョン付きで列挙してくれるので、まあ、それをこういうふうにテキストファイルでまとめています。で、
PIP がインストールされている別の環境に、このリクワイアメンツテキストを、配置して、pip install-r requirements.txt って打つと、まあ、ここに書かれたパッケージが、インストールされるっていう枠組みですね。まあ、実際そんなにうまくいかないんですけど、Python のバージョンが違ったりして、この全く同じバージョンをインストールできないってことはまあ往々にしてあるんですけど、まあ、こういう、まあ、管理のされ方がされていました。で、パッケージの中でセットアップパイっていうのを使って、そのパッケージのメタ情報をまとめるんですけど、セットアップパイのセットアップ関数の中に、インストールリクワイヤーズっていう引数で、こういうふうに指定することができて、で、そうするとそのパッケージで使われる依存パッケージとして、このファイルを指定するっていうことも、まあ、できなくはないです。ただ、このなんか本当に同じバージョンを他の人にもインストールさせるっていうのがかなり厳しいので、まあ、加減を設定するっていうのが推奨されています。つまりここ、イコールイコールじゃなくて、バイナリーイコールで、自分はこのバージョンを使ったんですけど、まあ、最低限このバージョンを使っ、以上のものを使ってくださいみたいな。っていうのを指定するみたいです。まあ、あと、依存パッケージのバージョンの衝突を解消できない恐れがあるので、あんまりこれを、パッケージの、設定ファイルとして含めるのは推奨されてないみたいです。じゃあ何が使われているのかというと、最近は PyProject.toml っていうファイルが使われています。まあ、これは、今時のパッケージ開発ツール、Poetry、Hatch、Flit、PDM とか、まあ、こういったツールではどれもこのファイルを最近は、使うのを想定していて、まあ、ここら辺のメタ情報、自分の名前だったり、連絡先だったり、そのパッケージの名前だったり、バージョンだったりとか、キーワードとか、まあ、っていうのは手書きなんですけど、まあ、それ以外のこういうなんか依存パッケージのバージョンとか、こういうのは、例えば、ポエトリであれば、ポエトリアッド、ファイテストっていうふうに打つと、ここの一行が自動的に、記入されるみたいなことが行われます。で、この、ちょっと名前忘れちゃうんですけど、まあ、この記号っていうのが、さっきのこのバージョン以上みたいなことを意味する記号になっていて、で、まあ、最初のメジャーのバージョンが8である限りは、大丈夫ですということを指定しています。あと、ロックファイルっていうのがあって、まあ、こういうなんか人が手で指定する、まあ、最低限のこういう情報ではなくて、もっと細かい、パッケージ、依存パッケージの依存パッケージとかまで全部含めた、しかもそのバージョンとかも全て、ハッシュ値とかも含めて全部書いて、列挙して、こう、本当に1000行とかにわたるような、ファイルっていうのがロックファイルなんですけど、まあ、いろんなツールがこのロックファイルを生成していて、PIP だと requirements-lock、PIPenv だと PIP-files-lock、Poetry だと Poetry-lock みたいな、まあ、そういう、ファイルっていうのがあります。で、まあ、これは人間が書くものじゃなくて、ツールが生成して、都度、裏側でこう追記されたり削除されたりっていうのがされるファイルで、まあ、開発者はこれを手で触ることはないんですけど、とか触ってはならないっていうふうにここにも書いてあるんですけど、このファイルが置かれたところで、例えば、poetry install ってコマンドを実行すると、上から順にこうパースされて、ここに書かれたパッケージが、インストールされます。で、PyProject.toml よりもより厳しい再現性を求めるようなものですね。ただ厳しすぎて、インストールできないみたいなので、途中でその Poetry インストールが止まってしまうみたいなこともあったりするので、まあそういう時は削除して、PyProject.toml の内容に基づいて依存パッケージをインストール
すれば、いいと思います。インストールした後、また、ポエトリーロックが自動的に生成されるので、あんまりロックファイルを恐れる必要はないというか、まあ、裏側で勝手に作られてるものなので、まあ、別に削除されてもまた勝手に作られる、ものになります。あとは、コンダに関しては、エンバイロメント YAML っていうファイルがあります。これは本当にコンダの独自フォーマットで、コンダ同士でしか通用しないものなんですけど、コンダコマンドで環境を作って、そこでいろんなツールをコンダインストールしていけば、その環境に入った、パッケージっていうのを、まあ、ホンダエンブエクスポートっていうふうに打つと列挙することができて、まあ、こういうふうに、アナコンダのチャンネルはどれを使ったのかとか、まあ、こういうパッケージを使ってますみたいな、でも列挙することができます。まあ、それを、エンバイロメントヤムルっていうふうになんかテキストファイルとしてまとめるっていうこともできますし、コンダエンブクリエイトハイフンエフエンバイロメントヤムルっていうふうに打てば、コンダコマンドが動く別環境で、このファイルを元に同じ環境を、作ることが、できる。まあ、実際にはできないこともあるんですけど、っていうものになります。まあ、できなかった、僕は自身はできなかった経験がいくつかあるんですが、再現性が担保できない原因として、このチャンネルが、まあ、複数、指定されていた場合、例えば、コンダフォージと、なんですかね、バイオコンダとか、アナコンダとか、なんだろうな、まあ、パイトーチだとパイトーチ独自のチャンネルっていうのがあったりとかするんですけど、なんか同じ名前のパッケージを、別のチャンネルが、各々登録していて、で、微妙に内容が違うみたいなこともあったりするんですよね。なんかそういうのがあった時に、このチャンネル、まあ、上から順に優先順位が高いんですけど、その並び順を正しく指定しないと動かなかったりとか、なんかそういう地獄があったりします。あと、コンタについて言うと、今度は何をするにしても独自路線を貫いている感じで、先ほどのこの方の対応表で言うと、依存解決機も自分のとこで作ってますし、仮想環境も、他のツールでは裏側でバーチャル全部動いてるだけみたいなのが多いんですけど、本来に関しては本当に自分で仮想環境一から作ってますし、パッケージングに関しても、例えばポエトリーとかライっていう裏側で Python のビルドっていうコマンドを動かしてるだけなんですけど、今度はコンダビルドっていうのを作ってたり、アップローダーもコンダクライアントっていうのを提供していたりします。まあ、そもそもパッケージの登録する先としてのレポジトリも IPI じゃなくてコンダっていうものがありますし、パッケージ、まあ、IPI にあるパッケージをそこのコンダに取り込んでる、パターンもあれば、本当にコンダパッケージっていう、独自のパッケージ構造のパッケージがあって、なんか Python に限らずいろんなものをその中に入れられるっていうもので、まだこのコミュニティで一回も紹介したことはないんですけど、まあ、そういうものを、提供しているので、まあ何をするにしても今度はなんかかなり他と違うことをしている感じですね。で、まあこんな感じで、いろんな設定ファイルがあってカオスなわけですね。なので、なんか Defer っていうツールは、異なる設定ファイルを変換してくれるみたいです。例えば、defer depth convert で、setup py っていうファイルを pyproject toml に変換するみたいなことをやってくれていて、まあ、今度の YAML とかもそうですし、poetry lock とか、なんかこういうのもなんか、相互に変換してくれるっていうツールが出てきています。いろいろ紹介しましたけど、じゃあ、我々、バイオインフォ関係の、研究者だったり、エンジニアだったり、学生、教員だったりは、何を使えばいいのかっていうことになるんですけど、
まあ、これはまあ、あくまで僕の試験というか、いろいろ調べた感じだと、こう使うのがいいかなと思うのは、まず Python を、使うのか作るのかっていうので大きく分かれるかなと思っていて、まあ、単に使うだけの場合っていうのはこっちかなと思っていて、で、データ解析とインフラっていうのがあり得るかなと思います。まあ、なんか手元にあるデータを解析して、そこに含まれている情報を抽出したいっていう時は、まあ、Conda でいいかなと、仮想環境を切って、そこで使ったパッケージのバージョンを、後で、調べることができるようにしておけば、まあ、それを論文に書けばいいと思いますし、あと、まあ、Conda の高速版としてマンバというのもあるので、まあ、それを使うのもいいかなと思います。で、まあ、パッケージを作るわけではないんだけど、そのパッケージをインストールした環境を作りたいとか、組み合わせてなんか、使える状況を、作り出したいみたいなインフラの人にとっては、まあ、PyEnv とか VEnv は、簡素で、いいかなと思っていて、まあ、PyEnv で Python のバージョンを指定して、VEnv で仮想環境を切るっていうふうにすれば、まあ、大抵のこと、Python 以外の言語で拡張を書く可能性があるか否かっていうのが大きい分岐点かなと思っていて、もし C プラで拡張を書くとかいうふうになった場合は、PDM がおすすめみたいです。で、あと、考えるファクターとしては、先ほども紹介したロックファイルっていうのを使うか否か。まあ別に僕はまあ勝手にロックファイルは生成されるけど、まあ別に、気にしなければいいと思うんですけど、あんまりロックファイルをベースにチーム開発とかをしたことがないので、まああってもなくてもいいかなと思っているぐらいなんですが、まあロックファイルが必要か否かっていうので、ポエトリーとか PDM はロックファイルを生成するタイプのツールで、それ以外のツールはロックファイルを生成しないタイプみたいで、そうなってくると、まあ、Python の標準のコマンドとしてビルドっていうのがあるので、それで、Python の、パッケージを作って、Getwine でリリースするでもいいですし、昨今のツールだと Hatch、Fritry みたいなのを使うっていうのもありかなと思います。まあ、ここら辺の、フローチャートの受け売りですね。パイオープン際の、フィグですけど、まあ、こういうロックファイルが必要かとか、C プラを書く可能性があるか、みたいな感じですね。で、結構このコミュニティは PDM 推しな感じがしていて、まあ、こことかこことか、すごい PDM ってのが出てくるので、まあ、ちょっと僕はポエットでしか使ったことがなかったんですけど、あんまり C プラを書く予定はないので、ポエトリーのままでいいかなとは思いつつも、まあ、PDM もちょっと興味が出てきてる感じです。あとは、まあ、ユーザー数っていうのも大事なファクターかなと思っていて、まあ、Python のパッケージを作る上で何を使っているかっていうので、まあ、セットアップツールズは、まあ、古くからみんなが使っているやつですね。で、昨今、ポエトリー、が使われてるのが、まあ、同じぐらい、多いみたいです。で、コンダビルドは多分IPI 用のパッケージじゃなくて、コンダのパッケージが生成されるんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと、どうなんですかね。まあ、コンダビルドがここにあって、あとは、フリット PDM ハッチとか、ちょっと聞いたことがないメゾンとか、サイキットビルドみたいな、まあ、こういったものもあるみたいです。で、まあ、ユーザー数が少ないと、その分、ググってもなかなか情報が得られなかったりとか、チャット GPT も何も返してくれなかったりとかすると思うので、まあ、ここら辺も、大事な、ファクターかなとは思います。
まあ、そういうのもあって、ちょっとまだポエトリーかなっていう感じに自分はまあ思ってるわけなんですけど。で、あと他の言語の状況はどうかというと、まあ、R に関して言うと、仮想環境は R 演武っていうのと、あともう一つちょっと忘れたんですけど、なんだっけな。パックラットみたいな、なんかっていうのがあるだけですね。で、R 演武に関しては、init って関数を実行すると、仮想環境ができて、で、先ほども、紹介したロックファイル、R でも導入されていて、スナップショットっていう関数を実行すると、適宜ロックファイルが生成されるみたいです。あとパッケージのビルドとか公開に関しては、デブツールズっていうのが、あって、まあ、タイディーバースとかを開発している、ハドリーウィッカムでしたっけ？が、作ってるツールですけど、まあ、GitHub から、パッケージをインストールしてくれたりとか、ビルドとか、バイナリーでビルドするとか、なんかいろいろ細かい設定ができるっていう代物です。リリースか、パブリッシュか忘れたんですけど、リリースだったかな。DevTools のリリース関数で、C ランに登録するっていうのも確かできたはずですね。で、あれでないのは、言語のバージョン管理ですね。R 自体のバージョン、管理するっていうのはちょっとこれらツールだとできなそうです。ジュリアはどうかっていうと、仮想環境に関しては、パッケージ JL っていう標準のパッケージが、それを、管理していて、まあ、ジュリアで、起動した後に、カッコみたいなのを打つと、パッケージモードっていうふうになって、パッケージを開発するモードになるんですけど、そこで、アクティベイトっていう、アクティベイト環境名っていうふうに、打つと、チュートリアルっていう環境ができて、で、細かい設定は、まあ、プロジェクトトムルってところに、ここに書かれる。で、なんかパッケージをインストールして、大体なった場合、アートっていうふうに打って、パッケージをインストールしていくみたいなことができます。パッケージのビルドとか、まあ、ビルドに関してはジェネレートっていう標準のコマンドがあったりとか、パッケージテンプレイツっていうパッケージがあったりします。パッケージの公開は、まあ、ジュリアは、そんなに Python の PyPI みたいな感じで、コマンド一発ですぐ受け付けてくれる感じではなくて、むしろ R のバイオコンダクターに近い感じで、かなりきっちりレビューをして、レジストレーターレポジトリっていう公式レポジトリがあるんですけど、その上でイシューを立ち上げて、ボットとやり取りをして、まあ、きちんとした内容のパッケージであるということが示されて、アクセプトみたいな。公式なので、まんまバイオコンダクターとか、ジョスとか、そういう、まあ、この回で紹介したような、割と審査がしっかりしているタイプなので、まあ、Python ほど気軽ではないですね。で、言語のバージョン管理は、やっぱり Julia もないので、もし R とか Julia も、その言語のバージョン自体を管理したいってなった場合、AnyEnv とか、AsDiff みたいな、まあ、こういうツールを使うといいかなと思います。AnyEnv っていうコマンドをインストールして、AnyEnv インストールリストって打つと、まあ、すごいいっぱいいろんな言語の環境を提供してくれていて、R の Env とか、Go 言語の Env とか、Julia の Env とか、まあ、PyEnv もここにありますね。あ、こっちに RDenv、あ、RBenv か。じゃあ、Ruby ですね、多分これ。とか、AsDiff とか、まあ、もう言語だけじゃなくて、いろんなツールの、ツールをバージョン指定でインストールしてくれるみたいな。こっちの方がより多機能だと思いますけど。まあ、こういったもの、まあ、Python でいう PyEnv に相当するものですね。っていうのは、
R とか Julia ではないので、まあ、こういうよりメタな、どの言語のどのバージョンでもインストールするみたいな、まあ、こういうものを使うといいかなと思います。はい。で、まとめなんですけど、仮想環境、特に Python の仮想環境ツールっていうのはすごく乱立しているって話をしました。で、用途に合わせてあまり凝りすぎないものを選ぶのが良いかなと思います。R は RDM、Julia は標準でパッケージ GL っていうのが仮想環境を提供しています。で、言語自体のバージョン管理は AnyEnv とか AsDiff みたいなのがあるので、そういったものを使えばいいかなと思います。さあ、まあ試験ですけど、いろんな Env のツールが開発されてきていて、まあこれもできる、これもできるみたいな感じで、いくつも生まれてるんですけど、まあ僕個人としては、まあ、すべてのタスクを一つのツールで一元化しなくて、そもそもいいのでは、まあ、そもそも別々に使えばいいんじゃないかっていう気はしていて、まあ、PyEnv 足す VEnv でもいいですし、Conda プラス Poetry でもいいわけですよ。まあ、なんか Python のバージョン自体を Conda で管理しつつ、Poetry でパッケージ作るでも全然いいと思うので、あんまり、なんかライみたいな、全部 ED みたいな、いうツールは、必要なんですかねって、ちょっと、あまり、まだそんなにがっつり Python のパッケージを作れていないので、まだありがたみが分かってないかもしれません。あと、再現性に関して、まあ、いろんなリクワイアメンツテキストとか、パイプロジェクトトムルとか、ポエットリーロックとか、エンバイロメントヤムルとか、なんかいろいろ。なんか依存パッケージを列挙した設定ファイルがあって、まあそれを元に他の人も同じようにそれらパッケージをインストールしてくださいって感じで再現性を担保しようとみんなしてるんですけど、まあできないですよね。同じバージョンの Python が入ってるとも限らないですし、入ってたとしても、例えば Mac の、なんだろう。まあ最近のApple Silicon のマシン、なのか、昔の、インテルの CPU のマシンなのかっていうので微妙に入ってるものが違ったりとかするわけじゃないですか。なんで、そんなになんか依存パッケージを列挙したから再現性担保されるかというと僕はかなり、これはちょっと厳しいかなと思っていて、なんか完全に再現したいのであればむしろ Docker とか、もっと言うと、なんだろう、このコミュニティでは喋った行動オーシャンみたいな。なんかもっと、まあ、クラウドとか使って、全く同じ環境に他の人もログインしてもらって、そこで、そのツールを動かしてもらうみたいなとこまでやらないと、再現性っていうのはなかなか難しいかなとは思います。まあ、ただ、Python のパッケージを自分も作るってなった場合、既存のパッケージを一回きちんとインストールした上で、さらに追加の機能を入れて提供するみたいなことやので、まあ、そういった場合は、まあちょっとここら辺の話は避けて通れないかなという気はします。あとは、規模感に関しては、なんかこういう話はなんか Python で全部何でもやろうとしている感じがしたんですけど、僕とかやってる、まあなんかバイオの分野のデータ解析だと、まあ別に Python だけでもないわけですよね。なんかコマンドツールを動かすみたいなのもあれば、R でパッケージを使って可視化したいとか、なんかそういうこともあったりするので、まあなんか設定ファイルでどうこうっていうよりも、まあ、そもそもそういう複雑な手順をワークフローとして構築して、で、ツールのインストールに関しては Docker でこう適宜こう環境を固めておいて提供するみたいな方をやった方がよっぽど手っ取り早いんじゃないかなっていう、気がします。まあ、ここら辺はなんか再現性の僕から見た、まあ、試験でした。はい。以上になります。じゃあ、何か質問とかコメントとかあれば、各自お願いします。あとなんか、久米さんがすごいチャットで書き込んで、
くれていますね。VIP コマンドにはライブラリを PyPI にアップするオプションはあるんでしょうかな、ないと思いますね。この表で言う、VIP ってこのベン図のここだけなんで、パッケージをインストールするっていうことをただするだけっていう感じで、PyPI にアップするっていうのはここの話なんで、そういう場合はなんかツワインみたいな別のツールをインストールする必要がありますね。あとはロックファイルの役割はバージョンを合わせるのがメインの役割ですか？まあ多分そうだと思いますね。これポエトリーロックの中身なんですけど、こういうファイルが書かれてるディレクトリでポエトリーインストールすると、このロックファイルが読み込まれて、同じバージョンのパッケージをインストールしてくる、来ようとするので、まあ再現、同じ環境を再現しようとするときの話ですね。で、ここら辺のバージョンがこう、かっちり0.7.16みたいな感じで、そのバージョンしか書かれてなくて、パイプロジェクトトムでは4.1.0以上みたいな感じでこう緩く書くものなんで、こっちの方がかなり基準が緩い感じですね。なので、このロックワイズはかなり厳しい、基準の再現性を求めるんですけど、まあ、どこまでやっても同じ環境を作れる保証はないっていうのがこの URL 先の、ブログに書かれていたりします。なので、まあ僕は、まあ再現性に関してはどっかを使った方がよっぽどいいかなって気がしています。